ユンカースジュ49、キャプションユンカースジュ49は、1930年代の高高度飛行の実験のために、予圧室を装備した実験機である。1935年までに12,500メートル程度の高度での飛行を行った。高高度エンジンとして、直立エンジンを2台組み合わせたユンカース L88、R 倒立型 V16 エンジンを開発し、 航空での性能維持のために二段下吸気とインタークーラーを備えた。このエンジンは高度5800メートルで700バリー機を発生した。大直径の4羽プロペラを採用し、2名の乗員のために操縦席は加圧された。高度6000メートル程度での飛行が目的とされた。ユンカースの伝統的な技法で製作され、ジュラルミンナミイタガイヒによる 全金属製の型持ち単容器である。翼公園にユンカースの二重翼が取り付けられた。大直径のプロペラを採用したために長い固定足が採用された。カーツキャビンは前方に二つと両側面、髪型の計5つの窓が設けられていたが、視界は限られていたので、着陸時にはペリスコープを用いた。1931年10月19日の初。 飛行時点では倒立、V 型エンジンの開発が完了していなかったので、下級機なしの直列エンジン L88 が用いられた。1932年夏に下級エンジンが装備され、実験が始められた。エンジンや下級装置に大きな問題はなく、目標の高度6000メートルを超えて1933年には10000メートルに達し、1935年には12、 500メートルでの飛行を行った。飛行機の高度記録を樹立することはなかったが、この実験は実用機となった 1086P などの開発のためのデータを得ることとなった。製作されたユンファース1 u 4 9は1機だけで、民間機登録番号は D2688 であった。ドイツ航空研究センターで使用され、1937年10月墜落して失われた。 1920年代の後半から1930年代にかけて高高度飛行の記録への挑戦が行われた。酸素マスクをつけて、航空の寒さに耐えながら、1932年9月、シリル・アン・ウィンズが、ビッカース・ベスパで13,408メートルに達し、1933年後半に、レナト・ドナチガカプロに、CA114 で14,433、 メートルに達した。これらの飛行は高高度へ上昇しただけの飛行で、高高度を長時間飛行できるものでなかった。1934年9月から、ウィリー・ポストがヨアップ腹の開発を始め、ポストは15000メートルの高度を数時間飛行した。ヨアップ腹を使った高高度飛行の記録達成は1936年9月に、カイ・アール・スウェインが、 ブリストル138で15,230メートルに到達し、1938年にマリオペチガカプロに CA16 ビスで17,083メートルに到達した。ヨアップクは持続的な高高度の飛行を可能にしたが、着用する操縦士に我慢を強いるものであった。操縦室を加圧し、加温する試みとして、ユンカース149が、 最初の実用機であるとされる。しばしばロッキード XC-35 が最初の弱圧キャビン搭載機とされるが、XC-35 の初飛行は1937年5月であり、149の飛行の後である。ただし1921年にアメリカのデートンライト社がマイナス -9 アメリカドル A という機種を改造し、一度だけ実験を行った記録がある。 飛行後すぐに、超圧弁が壊れ、機体と操縦者は、無事だったもの実験は取りやめになった。出展、データフロムターナーヌーオラ 1971P70 初言性能。ありがとうございます。